今日は皆さんもね、いろんなゲスト、素敵なゲストがミュージシャン初しておりますね。あのね、マギーさんに続きミュージシャンでは初でございます。シドのですね、もういいですか、あのシドのマオくんです。どうぞ。マオくん、ありがとうございました。マオくん、ようこそミュージシャン初なんですよ。ミュージシャン初ということで、いやね、なんか見ました、ブログの、マオくんブログ、見ました、あの最近のここ何日間の、あ、本当ですか、はい、動向を見てました、はい、ありがとうございます。いやー、もう今ブログも人気ですからね。大人気ですよ、ミュージシャンブログ、はい、マオくんちょっと更新するとブワーッて上がってきますからね。すごいです。いやけど1日何回も結構、いや、もうあのね、なんか今回はですね、はい、あの、あれなんかあのスタッフが、はい、あの、マオ君もアメスタたまに番組をやってるんですよね。はい、月1で、はい、あれどういう意味なんですか、あの冬冬何なんですか、あ、サブ、はい、サブ、あ、サブじゃない、サブシコ、サブシコジャパン、ジャパン、あれは、はい、いや意味がなくて、サブシコジャパン、はい、意味がなくて、はい、ないです、あれはないです、はい、意味がない、意味がなくてない、どんな時に思いついたんですか。なるほど、あれはドラムのやつがつけたんです。おー、ゆうやくん、ゆうやくん最近もう魔王の、じゃあ、あの、魔王くんシドについて調べてますから、ね、あ、本当ですか、はい、着々と、もう1週間後にイベントですもんね。あ、大阪のやつ、はい、そうですね、名前間違えないと嫌いようにしないといけないって言って、魔王くんは分かってるんだけど、はい、そのね、あの、楽器隊の子たちが間違えるとちょっと悪いんじゃないかって。そうですね、はい、けどこの間、大阪のラジオのコメントでいただいてて、はいはい、あの時はもう研究済みで、あ、そうなんです、研究済みで、はい、あ、面白い子が、はい、ゆうやくんでしょ、面白いの、はい、はい、面白い子ゆうやくんで、はい、ちょっとあのなんですか、髪長くて、はい、ちょっとこう怪しい感じの子が、はい、何でしたっけ、秋ですかね、秋くんですけど、新次ですかね、はい、多分秋くんです、はい、はい、でちょっと一番こう、はい、なんですか、あのビジュアル的な感じの子、あ、じゃあそれがアッキーかな、ベースの子だと思うんだよ、ね、あ、ベースが、じゃあベースが、はい、ベースの子、ギターが新体だし、はい、ちょっと覚えますよ、もうちょっと、もうなかなか覚えられない時が多いんで、もうね、覚えたいなと思ってるんですけど、はい、いや、お二人がもう、はい、来週は大阪ですけど、そうですね、一緒にライブやるということで、はい、12月1日ですね、はい、ナンバーハッチで、もうソールドアウトしておりますので、さすがですよ、さすがですね、さすがですよ、もう本当アウェイ、アウェイですよ。いえいえ、本当に、ザ・アウェイを楽しもうって言って。株対策ですか、はい、じゃあ、いや、本当にやっぱり、シドマー君、シドマー君、マー君のファンっていうか、シドマー君、すごいですね。あの、チケットとか、スピードが。ああ、ね。みんなほら、あの、なんですかね、お若いっていうんですかね。うちのファンがもう本当にもう、あの、イベントだと、全然チケット取らない。MC でも言ったら全然チケット取りやがる、はいはい。はい。まあ言ってましたね、MC でも。本当に、まあ、本当に困るなっていうところなんですけど。こぞって集合してほしいんですけどね。あの、いいイベントになるかなと思いますが、まあ、バズマニアックスですね。FM 大阪10周年と、バズ、ロックというイベントですね、はい。のライブのイベントに出るということで、はい、もうソロダートしてますが、今日はそんなお二人を、今日は真央君からメールが来まして、ちょっとやっぱり緊張されてるみたいな、はい、直接メールが来まして、直接メールが、はい、はい、ちょっと本当に今やばいですよ、緊張されてますか、例えれば、はい、初武道館より、例えばですね、緊張してます、はい、初武道館よりも、はい、よりも緊張してます、この間武道館やったんですよね、この間やりました、ね、はい、知ってますよ、同行を、うん、知ってますね、うん、ちょうど、先月末ですね、シングルもデビューシングルが、うん、はいはいはい、リリースされたので、はい、ありがとうございます、来ました、キスと来ました、僕、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、もう非常に今あの飛ぶ鳥を落とす勢いですね、ね、まあ、活躍されているということで、まあでもまた真央さん、あのあれですね、セカンドシングルが、はい、もう1月には1月でされて、はい、出します、1月14日です、もう成人式あたりあたりですね、あたりです、はい、この辺から僕未確認情報ですね、ここの情報はもう収集されています、はい、新しい、さすがですね、いえ、もう詳しいんですよ、バンド系、あ、そうなんですか、詳しくないです、すごい詳しいんですよもう全然彼が彼が教えてますけど、
彼から教わってます。いやいやいや、よくブログで見てます。はい、もうあの、はい、本当に詳しくて、なんていうんですかこの詳しさは。いやいや、ピアノの探究心がすごいんです。いや僕は本当あのね、本当にね、仲良くなってきた人は調べるんですよ。はいはいはい、はい、どんだけすごいかって。ああなるほど、はい、でまだまだ仲良くなれないなって人もいるんですよ。はいはいはい、はい、ちょっとまだ早いなっていう。ちょっとまだ早い。はい、であのね、あの僕本当少ないんですけど、はい、あのお知り合いっていうかね、あの下の子たちっていうか、はいはいはい、いやー今日はね本当に今日もう本当に僕見たことない人たちがいっぱい、そのいや本当あ俺のアロスのファンの人たちが多いな。そうですね、外も、ね、今日はまたあの真央さんのファンの方が、ね、なんか入り乱れてますね。もういや僕のファンの人見ないっすね、そこ見ないっすね。あ、いましたね、いましたね。